コグ船の発掘物から再構築したモノコグ船は12世紀頃から広く使われた船である。コグ船は一般にバルト海沿岸地方で豊富な木材であった多くで作られた。この船は1本マストで1枚の黄斑を備えたものであった。この黄斑のみの装備では風上に向かって搬送することはできなかったが乗組員が少なくても操船でき、 運行費用を下げることができた。この船は中世ヨーロッパの特にバルト海での主に海上を貿易に使われた。潜伏の断面小伏線の構造は中間部では平滑に継ぎ合わされた平底であり、両端に近づくにつれ重ね継ぎされた潜伏外反に変わっていくものだった。潜伏は通常ビル時の外反を支点に外反を重ね継ぎしていく構造で、 板は打ち込んだ鉄釘の両端を曲げて固定した。竜骨は、というよりも、竜骨部の板であるが、その傍らの翼盤よりはやや厚いだけであり、突合せ、継手の溝はなかった。選手と船尾の柱材はまっすぐでやや長く、竜骨板には、フックと呼ばれる、中間材で接続された。竜骨板の仮面は、 フックと柱材の突合せ溝で止まり、上面は柱材の外面に釘付けされた。通常、水密性を上げるために突合成部に曲面の溝を作り、タールにつけた苔を詰め、薄い木片で覆い、シンテルと呼ばれる金属製の留め金で固定した。最後に、線尾に当時の北欧特有の発展を遂げた舵を吊るして、小グ線の完成である。リューベックのシンイル。 小さすぎるコグ船に乗っているコグという呼び方は948年にアムステルダムの近くの無遺伝で初めて使われている。初期のコグ船は当時の北欧で貿易船の主力であったノルウェーのクナールの影響を受けていた。ただし、クナールは舵取り用のオールを用いており、1240年頃までは北欧で舵を使ったという資料はない。現代の考古学的資料によれば、 最初期のコグセンは、ユトランド半島西部のフリースラント沿岸で作られた、可能性が高い。コグセンを実際に海上貿易に転用するようになったのは、ヨーロッパの東西で活発に交易が行われた、時期だけではなく、リムフィオルドの西側入り口が、サスにより閉塞されたことに、直接の答えを求めることができる。何世紀もの間、ユトランド半島北部のリムフィオルドは、 北海とバルト海を結んでかなり安全な航路を提供していた。その西端部にある北海側の口では潮流などによりサスが発達し、その水路は砂で埋められ、12世紀頃までには完全に閉塞された。この変化に対し人々は新たなことを始めた。サス状を原因によって通過することができない大型の船はユトランド半島を北へ 危険なスカゲン岬をめぐりバルト海に向かうことになった。このことはそれまでの船の構造に大きな変化をもたらした。それは最初期の小草船発掘物カリロップ、スカーゲン、およびコールディングの変遷を分析することでわかる。スロイスの海船広々とした比較的安価にできる船の必要性があり、ハンザ同盟の最初の馬車バつまり小草船が開発された。 この新しく改良されたコグ船は、もはや単なるフリースラントエンガンだけのものではなく、海上貿易にも使える作りがしっかりしたものになり、最も危険な水路をも航行できるものになった。海賊に対する防御のために船首と船尾には、防御楼が設けられたり、戦闘用に用いられたりした。1340年のスロイスの海戦の例もある。最終的に14世紀頃、 コグ船の構造は限界に達し、早急な代替戦が望まれるようになった。しかし代替戦はすでにあり、時流が来るのを待っていた。そのハルク船がコグ船から生まれたという証拠はないが、この2種の船について14世紀や15世紀に多くの技術的な考えの交流があったのは確かで、ある。本質的にコグ船からハルク船への移行は直線的なものではなかった。 ある学説では、二種の船は何、世紀も共存したような変遷を遂げたとも言われている。ハッカー、1991クラムリンペダル船、2000、ディスクリプションピクチャーズオブコグスハットクラムリン、ペダル船、2000ガードニーヤ、1994、ありがとうございます。